ツイステッドレディオステーション、皆さんこんにちは。ツイステッドレディオステーション第13回目です。ラギーブッチのボイスキャストを務める市川葵です。そして皆さんこんにちは、セベクジグボルタのボイスキャストを務める石谷春樹です。お久しぶりです。ツイステラジオでは、はい、割とね普通にプライベートで会ってたりはするけどね、うん、そうなんですけどねすれ違ったりとかはしてるからね、はいはい、僕最近ツイステの方の収録ご無沙汰なんですけど、あらセベク、はいはい、どうですか、今活躍されてますよね。セベクくんがちゃんとね、はい、前を向けたりとかね、うんうんうん、そういう成長成長がちょっとストーリーの中で見られたりする瞬間があるんですけども、はいはいはい、まあなんといっても、はい、カードの中に出ておりました、はい、とあるカードの中に後ろの方に出ておりました、はい、立ってた方がいらっしゃるんですけれども立ってた方がね、はい、やっぱその方の声を聞いた時に、はい、あやっぱ家系なんだなってそれ絶対大きさの話ですかね。話し方から何からもうとあるところで生き写しじゃなってこう言われた瞬間があったんですけれども、まさにそれで僕はね収録終わった後にその話はちょっといただいてたんで、ストーリー見るのすごい楽しみだったんですけど、あーこれって思いながらこう聞いておりましたね。すごいですよね。だとしたらなんか他のキャラクターのね家系もちょっと気になったりしますよね。そうなんですよ。もうお父さんの話とかもいろいろあったんですけれども、誰と似てるみたいな感じのところもあったんですけども、そういった各キャラクターのねどっちになのかみたいななんででも気になる方はぜひあの7章をプレイしていただきたいんですけれども、マジでいいお話でございます。これからどうなるか分かんないですからね。気になりますね、早速なんですけれども、はい、本日のオープニングトークに参りたいと思います、うん、このラジオでは毎回前回のパーソナリティからオープニングトークのお題を預かり答えています、うん、前回のパーソナリティは小林明君、うん、そしてゲストの古田和樹さんでした。お二人からヒヤッとした話というトークテーマいただいてるんですけれども、何かありますか？ああ、そうですね。僕劇場の小屋の中って結構その出るという、あーまあよく聞きますよね。そうなんですよ。スタジオもそうだし、話があるんですけれども、うん、そこで、はい、本当になんか声優になる前、はいはい、そう地下の劇団の方でやらせていただいてたんですけど、はいはいはい、その時に小屋に入った時に、うん、なんか自分の声を録音してたんですよ。そう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 、なんか自分のお芝居がどうかなって言って掛け合いのやつを録音してたら、ずーっと人の声でおいおいって聞こえてて、いやいやまたまたまた、なんか誰かいたずらしてたんじゃないですか。そうそうそう、おいおいって聞こえてたから俺の芝居にダメ出ししてんのかなってあ、演出家の、そうそう演出家の自爆霊的な、そうそう、おいそこは違うだろうのおいなんじゃないかなって思いながら、え本当にそれは誰も言ってなかったんですか？誰も言ってなくて、ところどころでこう間のところがある、はいはいはい、そうそう、あの2人のところでこう見合ったりするところの間があるんですけど、はいはいはい、そこのところにおいとかうみたいな感じのが、いやちょっと待ってよ本当に怖いやつじゃないですか。聞こえてくるんですけど、多分俺の芝居へのダメ出しだった、はい、まあなんかこっちにね被害がね及ばない、ね、あのお幽霊さんだったらいいですけどね。でその時に本番でその間の通りやったら気持ちいいまで散った、もうちゃんと演出家のなんかぴったりドンピシャだったから、おいって言った瞬間にちょっと入れてみたら、はい、いいじゃんみたいな感じになってて本当に演出家の例だったかもしれない、だったのかもしれないなっていうのを、じゃあめちゃくちゃ怖かったっていうよりはなんかありがたかった、ヒヤッとの話、感謝しましたということで、ここで、今月のお便りを見ていこうと思います。さくらさんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます、うん、いよいよ夏本番になり、様々なイベントが各地で開催されていますが、はい、皆さんはどのツイステのキャラクターと夏祭りに行きたいですか？これからも応援していますとのことで、誰、そうだな、でも自分の担当しているキャラクターで言えば、ラギーとかだと結構なんかたかられそうな感じはするんですよね。まあそうね。ただねぎるのはめっちゃうまそう。あでももう出しちゃうんじゃない？自分で自分で出しちゃうんじゃない？あ確かにそこがね書き入れ時な感じはしますしね。そうね。その格好も似合いそうだしね。似合いそうですね。なんか
各キャラクターのお正月で和装はしてますけど、そうそうそう、うん、浴衣って結構ね印象違いますしね。確かに、うんうん、まあやっぱその服装とかって、うんうん、ついてる装飾品もそうだけど、はいはいはい、そのキャラクターっぽいものが毎回毎回選ばれてるから、なんか柄とかも気になるよね。あ、気になる。気になるよね。しかもその和装って言っても浴衣とジンベエみたいなのじゃないですか。そう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 。いやラーキーはジンベエじゃないかな。いや僕もそう思います。イメージ的にウィル様とかはすごい派手な、う、ね、うーん、きらびやかな浴衣着てそうですけど、そう、みやびな感じはするかも、うんうんうん、うん、マリウス様はスマートにこう着こなしてそうな感じがするね。あ、そんな気がしますね。そう、程よい感じのあのみやびさでっていうイメージ、うんうんうん、誰と巡るのが楽しいかって感じ。いやでもエースジュースは楽しいんじゃないの。あ、楽しそう。わちゃわちゃしてそうですからね。そう、1年生組で回ってほしい、うん、あ、もう学年ごとにちょっと回ってほしいなっていうのはあるな。学年ごとにだと2年生は、うん、まあ、アズールとねラギーがいますから、はい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 、あの2人は結構やっぱお店お店みたいな感じな気はしますね。あ、2年生組がお店を開いてるってあ、もう学年で。そうそうそう、学年で。じゃあ3年生はどうします？3年生はどうしようか。もう花火見るみたいな。あー、3年生もなんか一緒に運営の方にそうそうそう。でもイデアと、うん、レオナは参加しそうにないですけどね。いやー、なんか夏のそのなんかお店の中で、うんうん、そのデジタルっぽいのをちょっと、あ、そうそうそう、はいはいはい、やってそうな。まあ、イデアは外に出ないだろうから、そのシステム組んでもらって遠隔でね、なんか面倒くさがりながらもやってくれそうな気はしますね。でも引っ張り出されそうな感じもするんだよな結局なんだかんだね。そうそう、結局やりそうな感じはする、うんうん、あ、でもスカラビアがね、やっぱ夏っぽいイメージは僕は結構あるんですよ。そうですね、暑いところだから、メッサのところだから、うんうんうん、だからこの2人はなんかそこの主役になりそうなイメージはあるかもな。そうですね、カリムはもうお祭り自体すごい楽しんでくれそうですけど。そうだね、お祭りといえばまあ人混みじゃないですか、うん、そうだね。そこでなんかジャミルとはぐれて、ジャミルがなんか顔面蒼白になったそこまでなんか予想できるというか。なるほどな、うんうん、でもどっかしらでこう人が集まってるなって思ったら、あそこにいるじゃんみたいな感じでありそう。そう、なんか各それぞれのね、お祭りの姿見てみたいですね。そうね、はい、うん、この色のかき氷とかも食べたいな。あ、いいぜひ検討していただいて。そうそう、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ねじれたリズムに踊らされてるさんからいただきました。踊ってんのか、パーソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。梅雨もはそろそろ明けて本格的な夏が来ますね、うん、学生の皆さんは夏休み、社会人の皆さんはお盆休みがある人もいるかと思いますが、皆さんは今年の夏はどのように過ごすのでしょうか。私は今年の夏はツイステをプロローグからもう一度読みながら家にこもって過ごそうと思っています、うん、7月はイベントバラの王国のホワイトラビヒットフェスもあるので、今からどんな内容なのかとても楽しみです、ということです。なるほどね、まあ、でも正しい判断かもしれないね、今年の夏は ね、まあ、家にね、のはちょっとね14時ぐらいとかはね、はい、気温が上がりすぎちゃうから、その時間は ねちょっとね家の中にいて夕方ぐらいからねっていうのもありかもしれないですね。夏か、まあ、なんだかんだ暑いからな。あ、部屋にこもってる派。僕結構そうですね、夏はこもってるんですけど、僕カメラをね、1年前ぐらいから始めたんで、うん、そうだよね、画像を時々上げたりしてるもんね、上げてます、上げてます、うん、なんで今年の夏はひまわりを取りに行きたいんですよ。ひまわり畑ひまわり畑、やっぱ季節のものはね取りたいなと思ってるので。あ、なるほど、うん、ひまわり畑とか、まあ綺麗な川とかね。あ、いいですね。そう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 、川とかだと涼しいですしね。そうそうそう、うんうんうん、確かに。なんかとあるアニメーションで、はい、俺もひまわり畑は結構思い出があるから、うんうんうん、なんか夕暮れとひまわり畑とか撮ってほしい。あー、合うエモい。そうそうそう、しかもなんかちょっと大きめの雲がねあって、入道雲もありつつの
オレンジになったところで、はい、オレンジと黄色のグラデーションを取ってほしい。俺は、まあ、いろんな条件が合致しないと取れないですけど、いいですね。うん、青空も全然合うしね、うんうん、石谷さんは今年の夏は、そうだね、夏は毎年、でも僕たちのお仕事はエンターテインメントをお届けするお仕事だから、はい、皆さんお休みの時は忙しかったりもするんですよ。か、はい、だからあのそこであの地方とか行ったりとかね、うんうんうん、であの季節を感じるっていうことは結構あって、うんうん、あと僕結構海が好きだったりもするんで、はいはいはい、海山とか、うん、だから大学生の時とかは、うん、あの先輩に連れてってもらって、うん、軽井沢に行ったりとか。あ、いいですね、秘書旅行みたいな。全然暑さが違うのあ、そうなんですか。そう、めちゃくちゃ涼しい。一回行ってみるといいよ。へえ。全然気温が違うから、うんうん、秘書地って呼ばれてるだけあるなって思うし。それはなんか暑いけどカラッとしてるとかですか。いやいや、もう気温が全然違う。へえ、そうなんだ。だからそこではね、いろいろな催し物をやってたりする、はいはいはい、軽井沢スイーツフェスティバルっていうところに毎年行ってたのよ。最高。そう、涼しいところで美味しいお菓子を食べて、はい、みたいな感じのところがあるから、でそれで帰ってきて暑いっつってなってるっていうこっちに帰ってくるとね、そうそう、暑いですから。まあでも今年の8月はツイステフェスもありますんで、うん、そうですね、はい、僕たちの夏はそこにもしかしたら凝縮されるかもしれないですね、うん、ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではコーナーに入っていきましょう。ツイステ観察学。このコーナーでは毎月パーソナリティがくじを引いて出たキャラクターについてお話をします。自身がボイスキャストを務めているキャラクターが当たる確率は11分の1とのことなんですけれども、ハワイくんも僕も自身がボイスキャストを務めるキャラクターは紹介済みでございます、はい、また前回古田さんはリリアを引いてくれたとのことです。なんか随分ホットなキャラクターが ね、うん、書かれましたね、うん、まあ狙いとしてはまだ出てない量のキャラクターもいらっしゃるので、あ、オクタビネルとイグニハイトですか。ですね、はい、うん、まあどっちかそろそろね出てくれるんじゃないかなっていうのはありますね、はい、じゃあ石谷さんせっかくなら、はい、じゃあ、はい、お願いします。見ていきたいと思います。ダララ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 ラデッテレ、こいつに決めた。デッテレー、誰だ。おお、オクタビネル量、アズールアーシェングラット、やったということで、はい、今回紹介するのはアズールくんでございます。アズールくん来ちゃいましたか。はい、じゃあちょっと読んでいきますね、はい、2年週組3番、うん、はい、誕生日2月24日、はい、うん、年齢が17歳、うん、身長176センチ、うん、ということでね、うん、アズールですか。アズールです。今ホットですね。ホットですね本当に。しかも夏っぽいところがちゃんと来てくれて、僕ちょっと注目したいんですけど、好きな食べ物、はい、唐揚げ。ああ、まあ好きなんだけどっていうところなんですよね。だけど、ね、やっぱ幼少期にね、ちょっとプクプクしてたところもありますから、彼も節制して頑張ってるみたいですけれども。いや真面目よね。真面目ですよ。すごい努力家ですよね。そう、真面目で努力家でちょっと繊細なところがあったりとか、うん、だからなんかオクタビネルってそのフロイドとジェイドとアズールとでいいバランスが取れてるなっていう感じするんですけどね、うん、そう、他の2人もクセモノなのよねそう、言うて自由人ですからね。そうそう、自由人だから、うん、一枚岩じゃないところがなんかこの量っぽいなってすごい感じがする。なんか謀略とか、うん、そっちのイメージがあって結構作詞なイメージがあるから、うん、ありますね。でもそんな中でも彼はめちゃくちゃ真面目で抱え込むタイプなんだなってそれはそう、そうだってなんかそのすごくインテリ系に見えますけど、ね、うん、あの努力型の天才というか、う、産んだのも嫌いだもんね、うん、なんか本当に自分で培ってきたものを今発揮してるっていう感じがしますよね。またボイスキャストの田丸さんのね、うんうん、お声がね素晴らしい。そう、艶やかでね、やっぱ聞いた時あっって思っちゃった、うん、なんか日頃はね本当になんかスマートな感じがしますけど、そう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 、3章でのね、あのオーバーブロッドの
時のあの、うん、もうやだみたいなちょっとダダっ子になっちゃうところもね、すごくギャップがあって良かったですよね、うん、そして今設定画を見てるんですけれども、はい、やっぱ表情豊かなんですよね、うん、あと振り向き美人とかそうなんか綺麗系ですよね。そう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 、うん、あと流し目がめちゃくちゃ似合う、うん、似合いますね。アズール、あの泣きぼくろありますよね。あ、そう、やっぱそこもねちょっと艶やかな感じがしますね。あ、口のところにねほくろがあるっていうことはね、あ、泣きぼくろじゃなくて口元か。そう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 、あ、口元のほくろがね、うん、やっぱいいアクセントになっておりますね。いいですね。でも焦った時ちょっとメガネがスッてずれるような感じのイメージがあるちょっとコミカルな部分もありつつ、そうそう、コミカルなところがあって、あとため息ついてるとこ意外と多いイメージはある、はあ、苦労人なんかすごい自分が仕切ってる感じありますけど、そうそう、実際はね苦労人だったりする部分もね垣間見えたりして、そうそう、しかもラギーとアズールは、はい、同じ学年っていうことだよね。そうです、そうです。だからラギーもねモストロラウンジで働かせてもらったりとかもしてたりして、なんか2周年のグリムの実験服のグルービーラストでも隣り合わせでね並んでましたけど、2年生の青春だ。そう2年生の青春があそこに詰まってる。そうそうそう、いやちょっとね色使いも淡い感じでね、いやあれは良かったな。あれ普通にでっかいでっかいやつで欲しい。大人になって見返した時の2年生の俺たちみたいな感じしますよね。あ、確かに、ね、あのその時からまた成長した彼らも見てみたいし、うん、そう、あのイラストのアズールね、しかもちょっとあどけないんですよね。そうそう、なんかちゃんと年相応の感じがして、そうそう、ラギーがめちゃくちゃ満面の笑みっていうあのね、あの関係性もすごくいい感じだなっていう感じしますけど、これから先の、まあ、今まだね、ねんねしてますんで、そうです、はい、起きた時にどんな感じなのかもちょっと気になりつつ、まあセベクとの関わりはねそんなにはないんだけれども、うん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 、でもあのとある時に、はい、あのどこの寮に行きたいかって言った時に、はいはいはい、まあここのオクタビネルの寮に行きたいって言って、うんうん、まあいろんなことを吸収してみたいな感じのことを言ってたんですけど、そう、質問したキャラクターも、うん、あの言ってて意外だなって言って、俺も意外だったんだけど、でも理由を聞いたら、あ、そうだよねって、そう、自分の知らないことをねみたいな感じのところだったから、気になる方はねそのお話探してみてください。はい、はい、以上ツイステ観察学でした。さて次のコーナーに行ってみましょう。ツイステ研究会。このコーナーでは運営スタッフさんに聞いた内容や期間限定イベントのより深い内容を掘り下げていきたいと思います、はい、最近ツイステを始めたよっていう人も初期からずっと遊んでくださっている人も楽しめるコーナーとなっておりますよ、はい、さて今月のお題はこちら、ブルームバースへのイラストについてです。いいよ、うん、ということでね、3週目のキャラクターバースデーのテーマはブルームバースデーとなっております、うんうん、誕生日を迎える生徒は由緒あるローブを身にまとい、生徒ごとにお祝いの飾りがなされた特別な宝器をプレゼンターから託されるというものなのですけれども、このカードイラストデザインの制作秘話というのがありまして、ついせの開発運営を務める FO 侍さんにいろいろ聞いてみましたので紹介していこうと思います。はい、では早速最初の質問に行ってみましょう、うん、作画はどのようなフローで行っているのですかということでスタッフさんに聞いたんですけれども、はいはい、このブーケのねイラストは実際に花束を作ってそれを元に描き起こしているとのことでした。いや、これは手間がすごいよそれぞれがね違う種類の花束の、施しがなされたほうきを持ってるんですけれども、ね、イラストを描く際には花束を真上から見た構造を中心に細部が分かるように、様々な角度からブーケの写真を撮りつつ、作画では花と葉を一つ一つ描き起こしていますとのことでした。もう一つずつ丁寧にね作成いただいていたということで、かなり時間もかかりそうですよね。なんかさっき聞いた話によるともう3日ぐらいは書き起こしに時間かかってたっていうことなんですけど、あのね、どうしても、うん、iPad とかスマートフォンとかでこう見るっていうところになってくると、はい、うん、なかなか拡大ができない、うんうん、これは拡大してみてほしいいや本当にねすごいんですよ、これすごいのよ、細かいんですよね。そう、うん、細かく細かく書いてくださって、しかもねそのキャラクターのイメージに合わせたものも、いや本当にね、なんか僕ちゃんとあのそれぞれのキャラクターのほうきをね今見させていただいたんですけど、もうそれぞれ特色がねあるんですよね、うん、そうなんですよ、うん、しかもね
もう本当にね細かく細かく書いてあるから、うんうんうん、これに関してはねこのなんかキャラクターももちろんだけど、うん、こう花束だけの作画のやつも見たい、うんうん、あ見たい見たいなんかそれぞれの写真でちゃんと見たいですよね、うん、そうそうそうちゃんと見たいなっていうのがありましてなんかこの色味のなんか決定したなんか理由みたいなのってあるんですか、ね、あそうなんですよこちらの方も聞きました、うんうんこちらですが各キャラクターのイメージカラーをベースにブーケ全体のテイストカラーを決めてコーディネーターさんに完成イメージをいくつか出していただきましたそれに沿って全22名分、うん、キャラクターごとの色が出る花材をリストアップさせていただき、はい実際にどんなお花やグリーンを使っていくかを確定させましたとのことです。はあ、すごいっすね。いや、だからどんだけ手間暇かけてそうそうリストアップしたっていうことは、うん、その一人のキャラクターに対していくつもあったわけよ、はい、候補が、うん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 、候補があった中で、はい、あこれだっていうのを微調整しながらこう出していただいて、うんうん、僕も今手元にあるものを見せていただいてるんですけれども、はいいやすごいよこれいやすごいだけでもうなんか足りないぐらいそうそうそうでもすごい以外の言葉が見当たらないぐらいね素敵な花束ですけど、うん、しかもね、うん、これねサイズめちゃくちゃでかいのこの花束が抱えてるサイズなんですよ、うんうんうん、そうなんか重量も結構あるぐらいの、はい、本当にしっかり作っていただいてっていう感じですけどこれそれぞれ見ていただきたいなぁちなみになんですけど、はいはい、ラギーのねイメージを教えていただいたんですけど、うん、テイストカラーがブラウン、うん、カフェカラーの花材を中心に地味になりすぎないようにバランスを見て、オレンジや黄色よりの大きめなお花も入れてもらったブーケになっているとのことでしたなるほどなんか大きめのお花が入ることによって色が鮮やかでなんか華やかになるよね、うん、華やかになりますねなるしなんかそこがやっぱアクセントになってより豪華な感じがしますよねそうだね、うんうんうん、やっぱいろんな種類があってなんか僕お花の種類は分かんないんだけれども、うん、このモフモフしたあのちょっともふもふしたやつ黄色い感じのやつはい、はい、これちょっとね尻尾っぽいなとかなんかそういうねもしかしたらイメージもあったのかもしれないですねはいじゃあセベクのイメージなんですけれども、はい、テイストカラーは明るいグリーン、茎やつぼみばかりでお花がないとならないように気をつけながら1年生らしいフレッシュさや新緑を感じられるように調整してもらいましたとのことでございますね確かにねラギーと比較すると、うん、その茎とか、うん、なんかそのグリーンがやっぱ目立ちますね、うんうんうん、やっぱそのセフ君の髪色とか、うん、そういったイメージとかディアソムニアのなんかイメージカラーとかね、はいはい、緑のそうそう、うんうん、でも1年生だからこれから成長していくよっていうのがすごくこのお花にも、うん、あの現れてて、うん、そうそれがまたすごく良くていや素敵ですねこれ いいですね本当にそのキャラクターそれぞれにねあの特色があっていいんですけど、うん、まだ出てないキャラクターとかもねあの、うん、これから楽しみにしていただきたいんですけどす、ね、一つ一つ丁寧に調整しております本当に、はいうん、最後にですねその他の裏話もお聞きしました実際に花束を作っているとのことでしたが、うん、大きさとしてはカードイラストのようにほうきの先についているくらいのサイズ感で制作されていたようですね、うんブーケとしてはかなり大きく毎回ずっしりと重みのあるものだったとのことですこれだけお花とかが詰まってたらね、うん、結構な重量になるわけですよ、はい、なんか本当にちょっと花束買うとかじゃないですからねこれそうなんですよ、はい、いやがっつりです、はいはい、また生のお花なのでですね、うん、時期によって手配できる花材が違い完成品を見てから微調整したり作り直したりしたこともあったとのことでしたちゃんと生のお花で作っているっていうことは、うん、もうなんかちゃんとそのお花自体も生きてるじゃん、はい、その生きてる感じがこの、うんちゃんとこの絵から伝わってくるのがすごくいいなって思いながら生き生きしてるよね成果なんで、季節のものが取り揃えられてるっていうのもすごいいいところですよねああ確かにその誕生月の近くの季節のところっていうのもあるっていうのはいいね、うんうん、はい成果なんでですね、うん、その分あのコーディネーターさんから花束を受け取るときに、うんまあ、いつもいい香りがしていましたというコメントもいただいてますいやこれ誕生月とかもそうだけど、はい、なんか家に玄関とかさ、はい、見えるところにこの花束を置いておいたら、うんうん、あ
これはなんか今月はこの子の誕生日なんだなっていうのが分かったりするじゃん、うんうんうん、はい、これをきっかけにさ、あの自分なりにちょっとコーディネートしたお花とかもやってもらえたら嬉しいよね、うん、確かに。そうそうそう、しかもねこのキャラクターたちがほうきに乗って飛んでたりすると、うん、その花の香りがね、あ、漂ってすごくいいんじゃないでしょうか。あ、いい匂いしそういい匂いしててマジでいいな。いいですね。はい、ということでもう本当に、ね、そっか、オルトとリドルは誕生日が8月なんですね、はいはいはい、これからどうなんだろうね8月あれ、このツイステラジオって公開7月？そうだね、あ、7月だね。あ、じゃあ8月皆さんお楽しみにというところですね。いや、8月はちょっと気になるな。気になりますね、どんなカラーが来るのか。やっぱそれぞれの、ね、カラーありますから、どんな配置になるのかも楽しみにしていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、とてもとても密度の濃いお話が伺えましたね、これはね、はいはい、お題は毎月ランダムとなりますので、次回のラジオでは何のお話を深掘りできるのか楽しみにしていてください、うん、以上、ツイステ研究会でした。せーの、ツイステワクワクだより。ラジオをお聞きの皆さんはご存知の通り、ツイステでは毎月月末に来月の運営スケジュールをゲーム内お知らせにてお伝えしております。運営開発状況によってはスケジュールの変更の可能性があるのでご了承ください。来月はこのような予定になっております。ラジオではございますが、ぜひ画面をご覧ください。いろいろね登場しますけど、そうですね、はい、まあ、なんといっても気になるのは、うん、ロストインザブックウィズスティッチ、真夏の海と宇宙船じゃないでしょうか、うん、スティッチですよ、スティッチ。いやー、来ましたね本物が、そう、本物だってなってるやつ。そうなんですよ、うん、スティッチとのね、あのイベントが来ますけど、はい、しかもね、はい、SSR フロイド、はい、そして SSR リリアでございます。 SR もね、スイスイウェア、リドル、そう、スイスイウェア、はい、スイスイウェアで、しかもちょっとかなり夏っぽい感じ。いやー、もう素敵ですね。いやー、このだってカードのイラストの中にスティッチがいるっていうのがまずね、もう、もう上がりますよね。そうもう気分はもう常夏ですよ、うん、まあ、スティッチといえばね、やっぱ夏のイメージありますから。確かに確かに、やっぱ親和性高いですね。うん、うん、しかもね、ちゃんとね、格好とかもね、うん、寄せて寄せて寄せていいですね、うん、まあ上旬にはね、レオナのバースデーキャンペーンとかも引き続き開催中で、はい、陸上帽おまけ付き召喚でジャック、あら、なんかサバナの色がしますけど、来てますよ、はい、8月14日と24日はですね、うん、まあ、オルトの誕生日とリドルの誕生日がございますんで、先ほどお話しした花束、うん、やっぱぜひ注目してみていただきたいですね。いいものができてますよ、はい、はい、ということで来月のツイステも楽しみですね、うん、という感じでツイステッドレディオステーション第13回こんな感じでした。引き続きツイステポストでお便りも募集していきますよ、はい、投稿する際は必ず利用規約をよく読んでから投稿してください。お願いします。はい、最後に本日の感想いきたいと思います、僕から失礼しますが、はい、やっぱりなんといっても8月中旬に来るスティッチとのイベント、うん、こちらがね、やっぱすごく注目度の高いイベントになってる気がするんですけど、期待値が上がるのがスティッチと今回イベントができたっていうことは、もしかしたら他の作品のものもね、今後あるんじゃないかなみたいな、ちょっとね期待が高まりますけど、そうだね、楽しみだね。そうだった時にやっぱカードのね、うん、イラストを彩るキャラクターとの、絡みやっぱ気になりますよね。そうだね、気になりますね、はい、そちらにも注目していただいて、ぜひ第1回目のスティッチとのイベントを楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあ石谷さんもお願いします。そうですね、イベントももちろんなんですけれども、はい、私はストーリーの方もちょ結構気になっておりまして7章続きがってなりつつ、はい、でも夏の間ね、こう家の中でキャラクターたちが涼んでいるところとか、そのシナリオとかね、イベントのカードとかを見ながら、涼しい気持ちで過ごして、そしてみんなで夏を乗り切り、はい、ストーリーも待ちっていうので、はい、これからさらに盛りだくさんのところでございますので、はい、はい、これからも楽しみにしていただければと思っております。これからもすごいぞ、うん、多分今年の夏はツイステだぞ。そうそう、ツイステだ、はい、よろしくお願いします、はい、ということで本日のお相手はラギーブッチのボイスキャストを務める市川葵と、セベクジグボルトのボイスキャストを務める石谷春樹でした。
次回のツイステッドレディオステーションですが、うん、8月は夏休みとなりまして、9月末に配信予定でございます。同じくアニプレックスの公式 YouTube チャンネルで公開いたします、うん、公開情報はツイステ公式 Twitter にて投稿予定とのことですのでチェックしてください。はい、番組の感想はハッシュタグツイステラジオをつけてぜひ投稿してください。ツイステポストの投稿フォームは番組概要欄にございますんで、投稿希望の方はそちらをご確認ください。皆さんどんどん投稿をお願いいたします。はい、ということで毎回募集している次回のオープニングトークのテーマなんですけれども、どうします？8月夏休みですもんね。そうです。でも9月末ということは、はい、夏から秋への切り替わり、まだ残暑は残っている可能性はあります、はい、いやだいぶまだまだ暑いんじゃないですか。そうですね、うん、ということで僕がちょっと考えてみました。お、はい、何でしょう。夏にやり残したこと。あ、いいですね。夏にやり残したことプラス、うん、多分ツイステフェスも終わってますので、あ、そうだそうだそうだ、その感想とかもね、うん、もしかしたらメールでいただいてるかもしれないんで、合わせて、うん、夏の思い残し、そしてこれから秋にやりたいいいですね。ぜひそれでお願いします。そうそうそう、いただければと思いますよ。はい、はい、それでは皆さんごきげんよう。